皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説戦略的3実況プレイのパート143、暗黒竜の真珠攻略の続き。各パーティーでスイッチを押して扉というか、先へ進めるようになったのでやっていきたいと思いますと。で、前回はね、Cチームで少し先まで進んでみたんですけれども、なんか開けられない扉はあったんですが、そこから先に進めることができず何もできなかったんでね、今回ちょっとこの B チームで、探っていきたいと思います。どこも隠れような化け物ばかりですね。まだ先がありそうね、この勢いでチャンスね。問答無用。こいつら一気に、こいつら一気に、あー、こいつ入んねえか、しょうがない。切り刻め。行きますね。で、こうなったら、いやー、消耗でかいな。いいか。よし。ここは交代して、ごめん、あとはお願い、俺に任せてもらおう。ゲイルストーム行くぞ、からのゲイルストーム。時が惜しい、行くとしよう。今現状唯一Sクラフト使えないんですけど、基本的にやっぱこの人ね、クラフトの使い方っていうかさ、使い方すごくいいんだよね。いやいいよ、気にしなくて、こっち気にしなくて、こっち気にしなくていいってば、こっち気にしなくていいよって。持ち場に戻るね。そうかね、アジェンシャッカー。そっか、こいつゴーだから全然あれか、向きとか関係ねえんだ。もう一回リオと。変わってくれ。うん、頑張るよ。とりあえずだね。さあ、エリオットがこれを発動させるまでにどれだけ片付くかな。そもそもこのアンデッドに水効くかとかあんま効かないわ。いいや、これはおまけよ、俺の番だな。リーチがな、この人リーチがね、ないんすよね。強いんだけど。や、一発反射くらっちゃうね。行きますね。あ、ブレイクしてるから反射来なかった。やっ、うん、なるほど。ええ、そういう戦い方もあるのね。よしよし。紫の扉開けらんねっす。
ちょっと待って、こっちの方も探索するとこもうないじゃん。なんか見逃したかな俺。上がってきたぜ。まあいいや、じゃあとりあえず C じゃねえや、 A チーム。あ、いいのか、こっちか、 C チーム。あ、だね、 C チームで積んでみよう。心してかかるとしよう。まあ戦闘に関してはこのパーティーが一番心配ないわ。外角に出たか。まるで暗黒竜の城。この先も一筋縄。そうか、一筋縄ではいかないのか。これは困ったな。今だ。お、耐えやがった。やるじゃん。あら。耐えてくれたことに感動したかと思えば結局散った。そこだ、立った。見ろ、早く。ご苦労さん。負けられない、みんなのためにも。なんつうか、もう本当他の人立ってるだけでいいね。せさせ、いつでも行ける。そこだ、チャンスです。見ろ、早く。任せてちょうだい。ちょっと残った。パーティー、すげすげい。なんだこいつ。どっちが前だ、どっちが後ろだ、はっきりしろ。あとは任せろ。早く。見たか。八。やったわ。やったね。やり。ね、あの人一人だけあんなに大暴れしてるのに、まるで消耗してないからね。すいませんね、なんか戦闘シーン、バトルシーン、ロールプレイゲームなんで、バトルシーンがなんつうか、ただの作業。これで多分ね、難易度はナイトメアとかそうなったら、ヒーヒー言ってんだろうけど。強敵発見、警戒してくだ、強敵ね。終わりました、警戒します。警戒します。は一生懸命警戒することにします。はい、こいつ俺の番だな。ひ裏生えて、よし、各種ステータス撃破完了。さあ
進みましょう。はいはい。赤い扉が開きましたね。ハーキュリーズいるの見えてるからね。装置に対応する扉が開かれたようだ。解除完了ね。さあ先に行きましょう。オッケー。ここも操作して開けないとな。さあいつでも行ける。せや、チャンスです。わ、2体だけか。2体だけはしょぼいな。引くな。見たか。主に CP を回復するためだけで戦っています。レベルを上げるとかそういうのは全く意識しておりません。さあかかってこい。俺の番だな。見ろ、早く。オッケー。私の番ね。チャンスよ。飛び降りる。あ、じゃあ一回他のパーティーでポーチなんか動かさないといけないのかな。うん。了解了解。では一旦 B チームに切り替えます。なんかおるな。さあ参りましょう。よっしゃ。切り刻め。はい、お熱いですがご容赦を。ファイヤー。さてな。眠って。ノック。任せろや。全然届かねえ。届かない。私の番ね。僕の番だね。はい。はい。青き翼に。おい。チャンスです。もらった。連続封じの符を使って、共和国隊員の身柄を押さえた。よし、じゃあおとなしくしててくれ。
こっから戻れるけど今戻る必要ない。で、CP が減ってるのでカレー壊しましょう。これはどういう扱いになるんだろう。物理入らないやつに対して、ダメなんだ。私の番ね。切り刻め。はい。青き翼に。さてと。ごめん、あとはお願い。俺に任せてもらおう。届かねえし。任せてくれ。はい。魔法攻撃扱いだもんな。あまり見ないでください。だけ魔法攻撃扱いだった。私の番ね。逆に魅了されてるし。なんだ。とっとと先に進むわよ。とか物理攻撃と書いてなかったね、それはね。お、クローゼムリアコーのかけら。ん？と、こっちのルートでできることがもうすでにない。じゃあとりあえずこの辺で待たせとくか。では C チーム、 C チームね、 A チームに変えなきゃいけない。さてさて、とりあえずこっちから見てみようか。あ、これ先に進む道か。で、スイッチも見つけたけど、あ、ちょっと邪魔だ。お、こいつらしかいないじゃん。魔法のやついない。魔法反射のやついない。さて何色のスイッチだ？紫？いや一応青、青の扱いでいいのかな？
完全に紫だ。紫でいいや。はいと。あまり時間もなさそうだ。先を急ぐとしよう。はいよ。勝機。で忘れてはならないそこの先。よし。下がるがいい。インサイン行くのかな。ストライク。時の結界よ。砕け散れ。よーし。ビッグスター。時の結界よ。砕けて。相性いいなこいつら。僕の番だな。やってること同じなんだけどさ。崩れた。いいだろう。範囲は変わらない。ひざまずけ。せいや。今だ。もらった。僕の番だな。それ結構体力高いよね。はい。時の結界よ。砕け散れ。僕の番だな。火をつかめ。ノーブルライズ。よし。刺激止め。崩れた。いただけ。おいいだろう。まず一人。ひざまずけ。エクイックスター。時の撤回よ。砕けて。また巻きやつ巻き込んでなかった。行くぞ。そこだ。いただけ。任せるがいい。はっ。今だ。行くぞ。全員で仕留める。わかった。え。任せるがいい。今だ。もらった。えい。少しはやるようになったか。それはこちらのセリフだ。よしよし。ポーツもだんだんレベルが上がってきましたね。オッケー、じゃあこっちのチームでできることあった。あ、まだな、大々色の扉はいじってねえもんな。多分これは B チームだっけ？で操作するやつだろうね。こっちなんかあんの？でけーのがいたー。うわー、待ち構えてる。何なの前、ちょっと待って。よし。一歩も引いてなるものか。
僕の番だな。かてえなぁ。壊せスレッジハンマー。任せてくれ。貫け。よし、俺の番だな。行くぞ。ダン後期もらった。よし、そこだ。いただき、もうちょい行くわよ。パンセ崩れた。遅い。お宝発見。ディープウォーカー、ディープウォーカーってどこかなんだ。ディープウォーカー、すでに2個持てた。まあいいや。じゃあ、また、とりあえず今回はここまでにさせていただいて、次は B チームを操作して、あの橙色の扉を開けるレバーを探しに行ってみたいと思います。はい。では、英雄伝説戦略的3実況プレイパート143、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。